フロアタムのチューニングしまーす。まあ、まず緩めまーす。対角線上にサクサク1ルートぐらい緩めていきます。ある程度緩まったら指で取れるので一個一個取っていきます。ネジが取れたら、まずリム取ります。で、こういうところのホコリ取ってあげてください。で、裏も取ります。裏もヘッドも同じように取ります。んで、上下取れました。で、こういうエッジについてるゴミを取ってあげたら、まあ、ヘッド変えるときは新しいヘッドにして、もう一回貼り直します。で、マークのあるところは、こういうマークのところに捉えます。まずは、手で締まるぐらい、緩めになんとなく全体つけます。なんとなく全体を締めていって、締まらんけど締めていって、全体に同じ圧力がかかるように押さえたりして、一回止まるまでもうちょっと締めていきます。ちょっとずつね。半分とか一周とかちょっと締めていきます。で、こう緩いとこがあったら、まずそこの隙間をこうなくしていく感じ。なんとなく全体を締めたら、こう触ってみて、緩いところがあると思うので、そこを締めます。この辺りをちょっと締めます。4分の1以下ぐらい締めます。これぐらいまで来たら本当にちょっとずつ締めます。なんとなく全体が均等になるように締めていって、なんとなく締まってきたら真ん中を指で押さえて、不協和音が鳴っておりますが、同じような音で鳴るように締めてあります。よくわかんないですね。もうちょっと締めます。全体を4分の1か6分の1ぐらいの角度で締めます。こんな感じ。
8。で、一旦終了。表を今度締め表も同じで、こういうとこのホコリ取ってあげてください。で、ホコリを取ったら、同じようにかぶせます。マークのあるところはマークを揃えて、で、上のリムを乗せます。リムを乗っけて、同じように全体に刺して指で締まるとこまで締めていきます。だんだん取っていきます。だいぶシワがなくなって、この辺がシワが多い、この辺がシワなんとなく、さっきより硬くなってきた。硬くなってきた。おい。なんとなく。を出したいときは緩めに張ります。緩めます。おい、サスティンが余らないですね。で、もうちょっと、例えば、サスティン伸ばしたいときは後ろのヘッド。